You're listening to Shibuya Cross FM. ありました。毎週金曜日19時からの渋谷女子企画、ジェイナグループでビューティーアドバイザーしてます安藤美沙です。よろしくお願いします。そして山口陽子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。山口さん、はい、はい、今日3年ぶりぐらいの出演ということで、はい、はい、じゃあせっかくなんでね、自己紹介お願いします。はい、ジェイナグループでビューティーアドバイザーしています山口陽子です。よろしくお願いします。お願いします。はい、ジェイナグループってね、毎週毎週言ってるんですけど、まあ、ジェイナグループというね、はい、サロンがエステサロンなんですけれども、私たち普段はあのエステティシャンとして原宿でね頑張って働いてるんですよね。はい、はい、働いております。はい、ここからですね、あの原宿方面に5分ぐらい行ったところにお店がありますので、はい、結構小顔がね、私たちのようにね、小顔になりたい人はねぜひ握り拳ぐらいに握り拳より余裕ででかいけど、はい、あの小顔になりたい人は、はい、あのぜひぜひ、あのインスタとかツイッターやってるんで、ぜひフォローして、あの予約とかもできますので、はい、ぜひあのチェックしてみてください。はい、でそのジェイナグループがやってる、はい、番組っていうのがこの渋谷女子企画という番組になりますので、まずその説明をね、はい、山口さんの方からお願いします。はい、さあここで渋谷女子企画、どんな番組なのか教えちゃいましょう。渋谷女子企画とは渋谷ガールズプロジェクトのことです。女子の夢を応援していくプロジェクトで、自分に合った事務所を探したい、ランウェイを歩いて注目されたい、自分の作った曲を世界中の人に聴いてほしいなど、あなたの夢を世の中にどんどん発信しちゃいましょう。女子のやってみたいことをテーマにした参加番組、今後のために勉強中の子たちを応援していきます。さらに今も活躍中の素敵なゲストさんも出演していただくので、成功するためのヒントをこっそり聞いちゃいましょう。この番組では皆さんからのメッセージも渋谷女子企画の公式のツイッターとインスタグラムで募集しています。ぜひ渋谷女子企画で検索してみてください。みんなのメッセージお待ちしています。はい、そして本日は公開オーディションです。公開オーディションはですね、あの渋谷女子企画始まってから今回で4回目ですね、になりますので、はい、あのね、みんな定期的に半年ごとにオーディションをやってるんですけれども、はい、今日はですね4名の方にお越しいただいて、その中からアシスタントとして月に1回出演していただくメンバーを決めたいと思います。こちらもねめっちゃ緊張してるんですけども、はい、張り切ってお届けしたいと思います。はい、渋谷女子企画、この番組はキレイをサポートするジェイナグループがお送りします。それではお聴きください。オープニング曲は仮面女子でセクシーラビット。
ガールプロジェクト。ジェーナグループがお送りする渋谷女子企画、この時間は公開オーディションとして4名の方にお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。みんな白、すごいですね合わせてちょっと来ちゃいました。合わせたよねすごいですよね。の怖いんだけど、眩しいですね。眩しいよね、はい、じゃあ、自己紹介を、ね、一人ずつお願いします。はい、はい、まなちゃんから。正談まなみです。東京生まれ東京育ち25歳です。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、さえぴょんこと赤峰さえです。高校3年生18歳です。よろしくお願いします。18歳はい、はい、阿部マリアです。4月から大学4年生になります。21歳です。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、杉崎環奈です。東京生まれ東京育ち23歳です。よろしくお願いします。お願いします。環奈ちゃん、マイクもうちょっと手前に持って、うん、はい、はい、OK です。じゃあね、もうみんなちょっと緊張してる、大丈夫？いや、ちょっとでも緊張して歌手ですっていうの忘れました。歌歌ってますっていうの忘れました。そうだね、あ、言わないんだと思ってた。そうですよね、ちょっと飛びました緊張しなさそうなのにね。そうですよね、なんか、うん、ふと来ましたね。緊張ふと来た、はい、みんな緊張して水だけこぼさないよね。それだけ気をつけてもらえれば大丈夫。わちゃわちゃですね、はい、大丈夫、水こぼさないでね。どちらかも緊張が人のせいにしないもうほんと最初から噛んでるから、はい、じゃあみんながね、今日の4人あのオーディションに参加していただいたんですけども、4人が普段何をしてるかっていうのをね、ちょっと気になってる方も多いので、まなみちゃんからその歌手もそうなんですけど、はい、踏まえていろいろ教えていただきたいと思うんですが、はい、はい、私は渋谷を中心にですね、はい、ライブハウスでライブ活動というか歌を歌ってます、うん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 、あとはそうですね、ないかもしれないです。歌を歌ってるぐらいですね、うん、歌を歌ってる、うん、はい、でもほらほら、はい、CD 手元にあるじゃない。そうですね、あ、そうですね、そうです、そうです、うん、去年の6月に、6月末にですね、CD を販売開始いたしました。自主制作なんですけど、うん、やっと初めてのミニアルバムを作りました。 You です、タイトル You です。 You、はい、あなた、あなたです、あなたに聴いてほしいっていう意味で You です。なるほど、はい、めっちゃあなたいっぱいいるね。あなた聴いて、あなた聴いてお願いします。これからこれからあなたがいっぱいってことだね。はい、そうです。自分で曲とかも書いてる。そうですね、自分でも詞を、歌詞を書いてます。オリジナル曲。そうですね、オリジナル曲ですね、うん、基本的にはバラードが好きなんですよ、うん、なんでバラードばっかり書いちゃうんですけど、うん、今回はちょっと頑張ってバラード以外の曲も、うん、はい、そうなんですね、ちょっと書いてみました、うんうん、はい、実体験だったり。そうですね、基本実体験を書いちゃいます、うん、やっぱそうなんだ、やっぱとか言ってなんか書いてる、やっぱそっち側の意見とか言っちゃったんだけどやっぱそういう感じ。そうですね、やっぱそういう感じですね。そうなんだ、うん、でもなんか友達とかからいろいろ話を聞いて、うんうん、あ、こういう思いとかこういう恋愛するんだなとか、うん、そういうのも踏まえてなんか自分、うん、なんていうか感情移入して、うんうん、その人になりきって書いたりとかもあります。へ、うん、すごい才能だよね、うん、頑張った。明るい曲、バラードじゃない曲書くっていうのは、詞からもうバラードこれみたいな。そうですね、もうこれバラードじゃないみたいな、いやもう完全に失恋ソングとかそういうの書いちゃうんですよ、すぐ書きたがるから、うん、明るく歌えないもんね。そうなんです、明るく歌えないから、みんなが盛り上がるような曲とか、うんうんうん、あと背中を押せるような曲とかそういうのも作りたいなと思って、うん、今回は力を入れましたね、うん、はい、なるほど。なんかこれの前もABEX のオーディション、ボーカルオーディションも使ってやってましたよね、2017年かな、うん、の ABEX のオーディションがあって、うん、6000分の1に選ばれて、うん、ちょっと、すごいよね、そういうの、ちょっとちょっとした、6000分の1だもんね。そうですね、そうなんですよね、いろいろやらせていただいてました。い、はい、なんかその時も歌詞とかを、うんうんうん、同じ曲をなんかいろんな人が歌詞書いてみたいな。そうです、そうです、うん、同じメロディーで同じサビなんですけど、あとはみんな違う歌詞
うん、私同じこと言ってない大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫ですか？ちょっと頭パニックになって2回2回大丈夫です大丈夫っていうのもやってたりとかして、それで YouTube もそうですし、楽曲配信とかもいろいろしてて、そうなんですよ。すごいよね。すごい。なんか、カラオケ大会をきっかけに音楽活動スタートっていうのがすごいと思って、はい、うんうん、すごいよね。いや、なんか歌やりたいって思ったけど、ね、何から始めていいかわからなくて、うんうん、とりあえずカラオケ調べたらカラオケ大会っていうのがすぐ出てきて、じゃあこれちょっとオーディションじゃないけど受けてみてやってみようと思ったのがきっかけですね。すごいね。どこにきっかけがあるかわかんないよね。歌手の、じゃあ歌手歴は結構もう長い感じですか？もうそうですね、20歳から始めたので、うん、25にもう今年になってしまったので25年間、うん、そうですね。すごいね。でワンマンライブとかもやったりとか。そうですね、ワンマンライブもいろいろやらせていただいて、うん、今ミニアルバムの発売中ということですね、はい、そうです。ありがとうございます。長田まなみさんですね。はい、かわいいよね、名前も。愛に海って書いてまなみ。そうなんです、愛に海ですね。海がすごい好きなのもあるんですけど、うん、そう、やっぱみんなをね、愛さないと、うん、なと思って。ユウたちを。ユウたちを。ユウたちを愛さないと。ユウたちをね。ユウたちを。はい。はい、ありがとうございました。はい、次、JK の発表。はい、よろしくお願いします。お願いします。普段はポップティーンのモデルさんとか YouTuber の方のイベントで MC をしたり、あとまあ LINE ライブとかのとイベントの公式チャンネルから MC、 その配信するときに MC として出演させていただいてます。まあ、簡単に言うとすごいよく喋ってる感じです。一言で言うとよく喋ります。そうなんだ。でもすごいよね、 MC をもうやりたいって最初から思ってそうなったんですか？あ、そうですね、最初は、うん、結構いろいろなことをこの3年間でやってて、3年間でこの女子高生の、うん、はい、うんうん、高校3年間で、うんうん、でなんか今ちょっとプロ JK とか最近呼ばれて、プロ JK、 プロ JK、 プロ JK、 何の役ですか？え、プロ女子高生だよ。あ、そこ？ちょっと一回黙ろう。ごめんね。そうなんですよ。で、一番初めのきっかけは、ウェブマガジンのライターをやってて、その中のイベントで MC をやったりとか、あと取材とかをさせていただくうちに、うん、結構周りの方からなんか喋るのが上手だねとか、なんか結構聞きやすいみたいな感じで、そしたらなんか結構他からもイベントお願いしますみたいな感じで最近は呼んでもらえるようになって、でそのウェブマガジンを去年の冬、あ、2017年の冬ぐらいに終わりにして、そこから2018年冬まで1年間は某化粧品会社の新しいブランドを立ち上げるのに一緒に参加してて、化粧品を作っていました。女子中高生向けのマーケティングっぽいことを。かっこいい。よく聞くけどこんなとこにこんなとこにいたね。すごいね、プロ JK。 しかも事務所入らずフリーでやってるっていうのが。あ、そうなんですよ。今は、今日はでも一人だと心配なので、あの3匹お友達を。あめっちゃ見てる、見守ってるよ。3匹いるんで、今日は4人で力強い。なるほどね、今日は4人で参加。はい、4人です。なるほど。でもなんか女子高生っぽいのが、もう好きなものがオムライス、チーズケーキって書いちゃう感じがもう可愛いと思ってね。そうなんです。だからちょっとなんかちゃんとした写真がなくて、全部なんか、うん、ちょっとふざけてる写真なんですけど、それもでもぽいぽい。でもこういうね、うん、プロフィールの方がやっぱ、うんうん、わかりやすいよね。だからさえぴょんとかも本当に高校生ならではだよね。そうそう、やばいかなみたいな。大丈夫大丈夫、大丈夫、ここがやったら殺されるけど。犯罪犯罪になっちゃう。そうだよね。ただ全然大丈夫です。あ、よかったです。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。お願いします。次、阿部マリアちゃん。はい、阿部マリアです。まず名前がすごくない？そうですね。すごいよく
なんか芸名とか聞かれるんですけど、うん、一応本名でちゃんと、ね、ちゃんと本名ちゃんと本名です。あとクリスちゃんとか聞かれるんですけど全然そんなことなくて、あ、そうなんだ、全然関係ないんですけど、普通に阿部でマリアだっただけでたま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 阿部マリアになっちゃっただけなんですよ。歌のあれにじゃなくて、あ、全然関係なくて、本当に海外、両親が海外行くの好きで、それでマリアっていう、そうですね、外国でも伝わりやすいようにっていうので、うん、マリアで素敵ね、すごいおーってなる、多分外国でも一回聞いたらね、うん、覚えてもらいやすい、うんうん、そうですね、フルネームで、うん、覚えてもらいやすい、フルネームだね、フルネームで覚えてもらいますねやっぱあだ名はフルネーム、あだ名はそうですかね、アベマリとかじゃないですか、アベマリとかないです、まあ、惜しい、もうちょっとね、なんか略して言いたくなっちゃう、あだったらマリアとかになって、マリア様とか、マリア様、マリア様、マリア様、マリアンヌとか呼ばれたりはしますかね、名前がある、名前でもあだ名って決まっちゃうからね、名前、ダサいだもんな、だったら芸名つけずにこのまんまでね、やった方が、そうですね、今演劇をやってるんですよね、そうですね、あの劇団に入っていて、そこで舞台役者として活動していますね。そうなんだ、はい、舞台なイメージ、なんか大きな声とか出してるイメージがそうですね、普段全然なんかおとなしい感じなんで、全然なんかなんですけど、舞台とかだともうなんどんな役でも結構むしろ声大きいみたいな感じですね、うん、そうなんだ、はい、じゃあもう今演劇の方が楽しい感じかな、そうですね、やっぱり舞台は楽しいですね、なるほど、なんか先日行われたミスブライダルモデル、あ、ブライダルモデルグランプリに、はい、あの地区大会に行かれて、そうですね、全国大会に選ばれたんですよね、あ、はい、そうですね、ありがとうございます、おかげさまで、あれですね、ブライダルの格好で歩くんですよね、そうですね、ウェディングドレス着て、もう結構大変でしたね、うん、普通 の, あ、あのウォーキングとは違って、うんうんうん、ドレスが結構踏んじゃったりするんで、そう歩くの大変でしたね、うん、なるほどね、こけたらやばいしね、そうなんですよねそうなんだ、あと水着のねウォーキングもあったと聞いてるんで、そうですね、水着も来ました ね, ね水着のウォーキングとやっぱあの、うん、ドレスのウォーキングはやっぱちょっと違ったり、そうですね、ドレスの方がゆっくり、あの優雅に歩く感じで、水着は元気よくなんか明るい感じで歩くみたいのが、そうですね、違いありますね。モデルの方は今後もやっていきたいとかはあるんですか？そうですね、なん最初は女優目指してそれ一本でやろうと思ってたんですけど、ブライダルモデルのきっかけにすごいやってみたいなって興味は湧くようになりましたね。なるほどね、はい、頑張ってくださいありがとうございます。はい、どうでは、でカンナちゃんかな、はい、杉崎カンナです。今飲食店で働きながら舞台演劇の勉強をしています。あとは今まで、うん、その舞台演劇の勉強をしながらラジオドラマとかにも出演させていただいて、うん、こういうのも発売してるので、興味あったら、すごい、ちょっと泣ける日本昔話日本昔話をラジオドラマ化して CD 化したっていうのも、でちょい役で出させていただいてるんで、これが一番最初に出させていただいて、他にもあと3回ぐらい出させていただいて、今も、あ、今日も世田谷 FM さんの方で放送されるので、出演中です。あ、ごめんなさい、今日思いついてちょっと待ってワクワクしてる感じそうなんだ、はい、しかもなんかこれ控えめだね、ちょっと泣けるちょっとっていうのがありますよねちょっと高級じゃなくてちょっと泣けるちょっと感動する控えめ絵はなんかすごいけどね控えめだこれは売ってるの？普通にこの CD は売ってます。手売り？私が売ってる。会いに行かないの。ここから買ってください。私が売ってんのか。そうなんだね、はい。すごいね。声優をじゃあその時はやったってことよね。ラジオドラマっていうことは。そうです。もともと声優をやりたくて、その基本として舞台の演劇を勉強させていただいてます。なるほど。
ほどね、はい、すごい声かわいいですもんね、ね、かわいい、ね、うん、私が違う、かわいい、かわいい、いや他の3人の本当お顔が可愛すぎてなんか、ね、めっちゃ笑っちゃ う, どうしよう落ち着いていきます。ちょっとカナちゃんのために1曲挟まおうかな。、はい、お願いします。はい、はい、それでは1曲お聴きください。白石かなでチアアップ。JN グループがお送りする渋谷女子企画、この時間は引き続き公開オーディションとして参加者の 4名の皆さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。お願いします、はい、じゃあ先ほどはね、みんなのあのどういう普段のね活動かっていうのを聞けたんですけども、ここではですね、ぜひ自己 PR をしていただきたいなと思います。はい、はい、大丈夫ですか、はい、どうしようかな、順番決めてないけど。そうですよね。やりたい人、じゃあ、はい、おー、おー、じゃあサイピョンから、はい、お願いします。こんにちは、高校3年生18歳のサイピョンです。普段はイベントやライブ配信で MC をしています。今日は初めての ラジオですごく緊張してるんですけど、これから頑張っていきたいと思うのでよろしくお願いします。3匹お友達も連れてきました。よろしくお願いします。フォローもぜひお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。マイクどん、はい、さえぴょんでした。ありがとうございます。かわいい。次アベマリちゃん手挙げてたね。はい、はい、どうぞ。はい、アベマリアです。普段大学通いながら、舞台役者として、活動しています。はい、こちら、インスタ、ツイッター、あと17ライブっていう配信アプリもやってます。全部ウマリア 1231H です。馬が好きで私。あそうなんです、馬が好きで。はい、馬で統一しています。はい、あとはミスブライダルモデルグランプリ、今度3月末に、やるので、よかったら全国大会
見に来てください。可愛い子全国から100人来ますんでぜひ来てください。あとあの舞台役者なんですけど2月末に、舞台あるのでよかったらこちらもよろしくお願いします。はい、以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次かなちゃんいく。いいですよ、どうぞはい、譲り合い。彼女その歌なんて、頑張って、大丈夫かな、かなちゃん。はい、どうぞ。じゃあ杉崎かんなです。普段は舞台の勉強をしているのですが、自己 PR は歌でももちろんもちろん、うん、とじゃあ持って大丈夫、ここに置かせていただいて、とじゃあスーパーフライさんのビューティフルをちょっとサビの部分だけ歌わせていただきます。はい、はい、お願いします。世界で一つの輝く光になれ、私でいい、私の歩幅で生きてくのさ。すごい、すごいイメージがめちゃめちゃ雰囲気変わりますね。雰囲気が違う、キャラ変わる。すごかった今、びっくりしたね。ありがとうございました。聞けてよかったです。はい、じゃあまなみちゃんお願いします。はい、塩田まなみです。歌を歌います。私倖田來未さんが大好きなんですけど、倖田來未さんの愛の歌サビいきます。愛の歌響き渡れば、灰色の夜空に光が差すよ。一つずつ光をつないで、遠くの君のもとへと届けよう。ありがとうございます。届いた、うん、ありがとうございます。はい、次4人目の5人目大丈夫ですか、何かあります？ちょっと今日は遠慮してくださいましたはい、すごいみんなね、自己 PR がすごいね。すごい、はい、うん、はい、また聞けてよかった楽しみにしてたね、うん、生歌2曲、うん、ありがとうございました。足りないぐらい、もうちょっと聞きたかった、ねね、うん、で、まあ、SNS もさっき聞けたので、ここではですね、うん、うちの番組が夢を応援していくっていう番組になりますので、一人ずつ夢をちょっと言っていてもらおうかなと思います。うん、まなみちゃんからいいですか。はい、はい、夢はやっぱりドームツアーとか。おー、やっぱ大きい夢はやっぱそれですね、うん、ドームツアー全国回りたい、うんうん、もう欲を言えば世界回りたいみたいな感じですね。はい、あと近々の目標で言えば、はい、今年2019年以内にこのミニアルバム U を完売させること、うんうん、目標です。うん、1000枚作ったんですけど、はい、まだあるんです、たくさん なので、はい、それを完売させるのが近々の目標です。なるほど、はい、でも自分でワンマン開くってすごいよね。そうですね、ワンマン結構ドキドキするんですよね、うん、本当に来てくれる、いっぱい来てくれる、なんかみんな大丈夫かな、みんななんか雨で来なかったりとかしないかなとかもう本当に本番までもうドキドキで、うんうん、でもその時だからもう本当来てくれる方の顔絶対忘れないと思います。ぜひぜひそのライブの、はい、やっても忘れないでほしい、うん、忘れないです、もう見つけたらはっってなりますめっちゃファン目線なるほどね、はい、そのあれだね、ライブの情報とかツイッターとか見ればそうですね、ツイッターに書いてあるので、はい、お願いします。はい、じゃあさえぴょん。はい、私はこう喋るお仕事をしていきたいなと思ってるので、自分のがパーソナリティのラジオ番組を持つことが今一番の目標にしています。で、すごい、あとは去年一回モデルプレスさんに載せていただいたんですけど、その時は私の名前は載らなくて、うん、写真だけだったので、今年はもう名前も書いていただける
ように頑張っていきたいなと思ってます。あーすごい、すごい。18歳の時とか私鼻垂れてた気がするんだけどすごいしっかりしてますね。聞きやすいし、うん、確かに羨ましいです。ありがとうございます。すごい頑張ってください。頑張ります。はい、じゃあマリアちゃん。はい、私今舞台役者してるんですけど、あのドラマとか映画とかそういう女優としてでも、うん、してやっていきたいなって考えていて、うん、と憧れる俳優さんがあの岡田准一さんなんですけど、あの、彼はあのアイドルなんですけど、俳優としてもすごくて、うん、もう青年期からあの年取ったあのおじいさんとか役までできて本当に幅広くて、私もそういったなんかいろんな幅広い役をやっていきたいなって思ってます。はい、ありがとうございます。すごい、映像に今後どんどん出ていきたいって感じなのかな。そうですね、映像にも出ていきたいと思ってます。なるほどね、もう経験をいっぱい積んでね、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、じゃあかなちゃん。はい、私はディズニーの声優になることが夢なんです。小さい頃からもう大好きな、うん、なんだろう、アニメーションスタジオなので、うん、もう本当に見てると希望が湧くし、うん、そういうのを与えられる人になれたらなと 思ってます。ディズニーにも行ったりするの？あ、行ったりします。そうなんか行ってそうって思う。行ったりします。ね、もう大好きです、やっぱりあれなのかな、ね、あのプリンセス系とかがいいのかな。プリンセス、いや、そうですね、リトルマーメイドとか憧れます ね。ここみんなでディズニーのやつ行きます。私主題歌歌って、うん、最初のナレーターやって、うん、実写版で出てすごいですよね、で声優で全部全部できますよ。まとめてきたね。一本取りましょう。一本みんなで取りましょう。これも3人も出れるんじゃない？私たち何で出る？どうしようかな。なんかください。どうしよう。すぐ欲しがっちゃう。すみません本当。すごいね、やっぱみんなの夢を本当に叶えてほしいなって思うんですけど、うん、結構ねうちの番組で言うと結構ね、うん、叶ってたりするんですよ。うん、お願いします。お願いします。お願いするもんじゃないよ。掴み取るもんなんで。うん、叶えるもの。頑張りましょう。頑張ります。はい、本当にね、意外と時間がありますね。あら。うん、はい。本当な、もう一回じゃあ SNS を一回言ってもらおうかな。じゃあまなみちゃんから。はい、はい、正田まなみです。ツイッターインスタグラムやってます。インスタはですね結構ストーリー女なので結構ストーリーたくさん上げてるのでぜひ見てみてください。はい、ツイッターもフォローじゃんじゃんお待ちしております。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、私もインスタとツイッターをやってます。リプライも DM も全部返しています。はい、でインスタは結構ほぼ毎日ストーリーか投稿は更新してます。で今までのイベントの出演履歴とかもハイライトに載ってるのでよかったら見てください。お願いします。はい、ありがとうございます。はい、はい、阿部マリアです。はい、インスタとツイッターあと17ライブをやっています。全部ウマリア 1231H で統一してるのでよかったら検索してみてください。ツイッターの方に結構あの今までの写真とか舞台の写真とかいろいろ載せてるのでよかったら見てください。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、とカンナって名前でやってます。ツイッターは始めたばっかりでインスタの方はなんか都内とかすごく綺麗だなって思った写真を載っけてます。これから舞台仲間との写真をたくさん載っけてるいけたらいいなって思ってます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、はい、ちょっとね時間になってしまったんですけども、なんかこれ言い残したぜ、はい、みたいなのは大丈夫かな。うん、はい、大丈夫。はい、はい、買ってください。CD を買ってください。配信でも撮れるのでiTunes とかいろいろな、ね、なんかあ音楽アプリとか最近たくさんあるじゃないですか、うん、そういうのでも配信してるので、うん、ぜひ、うんうん、皆様よろしくお願いします。はい、本当に紹介してほしいです。なるほど、はい、大丈夫ですか。はい、はい、ではね今回一旦候補者の皆さんには、あの控室に戻っていただいてあの審査をして後ほど合格発表をしたいと思います。審査には JANA グループの内田社長とあと渋谷クロス FM の江崎社長にも参加していただきます。
今日は渋谷女子局のパーソナリティにご応募いただきありがとうございました。ありがとうございました。はい、ここで1曲お聴きください。加山あかねでありがとう。桜咲く頃始まってくストーリー、笑った君の顔を忘れない、あの時ずっと言えなかった言葉、ありがとう出会ってくれて、また会える時まで互いの道を行くよ、それぞれ走り出そう、みんなと過ごす何でもない毎日がハッピーで、バカやって笑いやっていれるのが楽しくて、こんな日がずっとずっと続けばいいなって、遠回りして歩いた帰り道、好きなことがむしゃらに頑張ってきたけど、これから先どんなことが起こってゆくんだろう、カバンに不安と希望をたくさん詰め込んで、次のステージへ僕らは突き進む、つまずいた時いつもそばで支えてくれていた君に、心を込めて今送りたいありがとう、今伝えたい、桜咲く頃始まってくストーリー、笑った君の顔を忘れない、あの時ずっと言えなかった言葉、ありがとう出会ってくれて、また会える時まで互いの道を行くよ、それぞれ走り出そう、遠く未来へこの ないことを僕ら一緒に学びに行こう、まだゴールじゃない遥か遠く先の目的地探してみよう、校舎の窓から見えた桜、ひらひら舞った願いはいつか10年後の自分に、君は何願った？嫌なこともあったけど乗り越え掴んだもの、一つ一つがとても大切な宝物、君に出会うのも未来を作るのも全てこの場所があったから、決して忘れちゃいないから、道に迷ったといつでも今日のことを思い出してね、誇り持って胸張って輝けたら素敵だね、君ならできるよ、桜咲く頃始まってくストーリー、笑った君の顔を忘れない、時ずっと言えなかった言葉、ありがとう出会ってくれて、また会える時まで互いの道を行くよ、それぞれ走り出そう、遠く未来へこの想い乗せて、僕らのいつもの帰り道は決まってあいつがバカしてさ、悲しい時も落ちてる時も笑顔に変えてまた騒ぎ出す、坂道勝負なんかしちゃって一番乗りで振り向いて、広がる景色ぐっと噛みしめ、明日にはこの街とお別れ、決まったベンチで夢語らい、筋書き通りのストーリーにしたい、酸いも甘いも噛みしめて今日も孤立に素敵な夢描きたい、照れくさそうになんかして手と手を強く握りしめて、ありがとう涙をこらえたら明日にはきっと、さよならじゃない、また会えるから、笑顔で手を振って旅立つんだ、描いてた夢消えないように、この広い空に響け、桜咲く頃始まってくストーリー、笑った君の顔を忘れない、あの時ずっと言えなかった言葉、ありがとう出会ってくれて、また会える時まで互いの道を行くよ、
ジェーナグループがお送りする渋谷女子企画、この時間はパーソナリティ公開オーディションのいよいよ結果発表です。はい、はい、いよいよなんか 今緊張してきました。私ね、うん、決まっちゃいましたね。決まりましたね。はい、じゃあ発表に、はい、お願いいたします。はい、厳正なる選考の結果、ドゥルル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 ル、バン、正田真奈美さんに決定しました。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、で、正田真奈美さんにはね、来月から第2金曜日のアシスタントとしてこの渋谷女子企画を盛り上げていただきたいと思います。この後スタジオに再度来ていただいて意気込みを聞いていきたいと思います。はい、はい、そうですね、頑張って、はい、なんか後ろからねちょっと声が聞こえるんですけどもはい、ここでまた一旦ね、曲をお聴きください。はい、トライプレインでスポットライト。探しても追い越すように溢れてくる想い、ただ星空を眺めてた、ただそれだけ、それだけなのに、いつもあると思ってたもの、そこにじゃないと気づけたら、大切なものが増えてた。自分のために生きてきたのに、それだけじゃなぜか足りない。叶えたい願い締めたまんま、どこまで歩いてきたんだろう。時を刻むメトロノームの音がさよならの合図に聞こえてしまっても、届けたい想い声に出せばいい。ジェーナグループがお送りする渋谷女子企画、この時間は
厳正なる結果、アシスタント MC に決まった正田真奈美さんにお越しいただきます。正田真奈美さん、スタジオにお越しください。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。嬉しくてすぐ立っちゃいました、裏でなんかね、声は聞こえてるねえ、どうですか。いや、え、嬉しい、嬉しいです。本当、うん、本当よかったです、喜んでいただいて。率直なじゃあ感想、はい、ね、嬉しい以外の、いや嬉しい以外にもう白は着てきません。白い服はかぶっちゃうんだと思って、そういえばと思って、なんかカラフルな色でこの雰囲気を明るくしていかないとなって思ったのと、あとちょっと滑舌悪いというか早口になっちゃうんですよ私。なのでそれをここの場でゆっくりと丁寧に皆様に聞き取りやすいように喋りたいなと思ってます。歌のようにね。そうですよね、スローになるかも、ね、うん、バラード得意ですからね、うん、確かに確かに、そう、分かりました、そういうことです。うまくなかった全然うまくなかった、うん、入ってきたからすごいうまいこと言うかもちょっとうまいかなと思ったらダメだった。さすがですね。どうぞ。はい、なので来月から第2金曜日はちょっと私と2人で、はい、まあ、そっちに座ってゲストさんをお迎えするっていう形になるので、でもまなみちゃんの、はい、自分のね CD の宣伝も全然してもいいし、うん、番組内でも全然かけていきたいなと思っておりますので、嬉しいです。 CD 完売に向けて、うん、はい、頑張ります。はい、みんなで頑張ります、ね。うん、どう、ぐさん今日、ね、一日じゃなくて番組見てみてなんかみんなもうすごいなと思って。そうですよね、この年齢の時にね、ドキドキ、みんな若い活動されてて、まだ若いから、すっげーおばさんいた今隣に記憶ございませんよ、もう25の記憶なんか。いやうん、ね、だからすごい、こんな素敵な素晴らしいもの、普通に販売してるものかと思っちゃうよ、うんうん、そうですね、うん、今まだできるのかと思って、そうできちゃうんです、ね、作詞もしちゃって、いやもう頑張っちゃった、ね、なんで二人さ、ごめん、なんでボソボソ喋るの急にボソボソ喋っちゃった、本当にやめて、ハキハキ喋って、もうね、時間もないから、ぜひハキハキ喋ってくださいね、はい、そう、で、とりあえず頑張ってくださいっていうことでしかないんですけど、はい、頑張ります。意気込みをとりあえずそこでバッと、はい、見てください、毎週、じゃない、毎月毎週でもいいですよ、毎週でもいいですよね、やってますもんね、そうですね、見てください、はい、お願いします。まなみちゃんと私がどういう風にね楽しく番組を、ね、やっていくかっていうのを二人で作り上げていきましょう、はい、はい、ではね、本当に頑張りましょう、はい、頑張ります、はい、盛り上げるために、はい、うん、盛り上がってそうです、ね、二人でカラフルな洋服で頑張りましょう、カラフルで頑張りましょう、はい、ではよろしくお願いします、はい、お願いします。はい、本日の公開オーディションに参加していただいた方も本当にありがとうございました。ありがとうございました。そしてまなみさん、よろしくお願いします。お願いします。はい、来週の渋谷女子企画はハミさんのアシスタントを決める公開オーディションです。来週も4名の方にお越しいただきます。こちらも緊張しますが、みんな見てください、よろしくお願いします。渋谷女子企画、この番組はキレイをサポートするジェーナグループがお送りしました。はい、それでは来週もお楽しみに。今日の決定はまなみちゃんでした、はい、ありがとうございました。じゃあこちらでバイバイ。バイバイ、まなみちゃんよろしく。翔田まなみちゃんです。